糸永真一は、日本のカトリック教会聖職者で、カトリック、鹿児島市教区、第二代司教。洗礼名は、パウロ。長崎県平戸市ひもさ市町生まれ、ひもさ教会で、幼児洗礼。1941年に、長崎公共神学校に入学し、1948年に、福岡サンスルピス大宮学院神学科に進んだ。 1951年9月にカナダモントリオール大学進学部に留学し、1952年9月14日に同所で司祭除外。1953年に同大学進学部修士課程を修了し帰国。帰国後はカトリック長崎教区で働き、大司教官で初期長を約10年間務め、1955年5月から、 カトリック時報の編集にあたる他に、長崎純真短期大学で、哲学講師、レジオマリエの長崎クリア総指導司祭となった。1962年から、長崎市八幡町教会主任司祭のほか、教会付属明けの星幼稚園長、長崎県私立幼稚園教会事務局長、カトリック幼稚園教会会長、新都市都職を要請する苦し料の指導者となった。 1968年12月19日に、鹿児島教区長李、脇浅次郎司教は、長崎大司教に任命されて転出し、公認として1969年11月15日に、司教に任命され、1970年1月18日に、司教に除会された。在任中は、教区で20カ所を超える教会を宿別し、1999年には、 鹿児島カテドラルの建て替えを行った。2005年12月3日、糸永司教の定年による引退届が教皇ベネディクト16世によって承認される。2006年1月29日、鹿児島純真女子高等学校体育館で公認の郡山健次郎司教助会式の出資を務めた。2016年12月10日、鬱血精神不全により、 鹿児島市泉町の天洋会中央病院で死去。去年88歳。葬儀ミ里国別式は、同年12月16日に、鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂で行われた。ありがとうございます。